書店で出会い、そして語り合う。夫を亡くし、一人暮らしの一ノ井由紀は、過ぎ去る時間に寂しさを覚えていた。その時出会ったのは、一冊のコミック。そして、その書店でアルバイトをしている高校生の佐山うらら。人付き合いの苦手な彼女の小さな一歩と、それに応えたユキとの会話をきっかけに、二人は距離を縮め、そしていつしか漫画を語り合う友達になっていった。そうして始まった交流は、緩やかで穏やかで、それは二人にとって新鮮で、そしてとても心地のいいものだった。少しずつ変わっていく日常は、きっと穏やかで眩しい。メタモルフォーゼの縁側。